あ、じゃあ、これ、じゃあ、ルナ、この、かわいい、これにするか。うん。え？え、いいなー！ね、いらない子。え？なにこれ？いわく、モーターなどじまくん。こんにちはー。こんにちはー。どうじまが、すれ違ったが。どうじまが。どうじまくんが、可愛がってあげてね。じゃあね。じゃあね。また遊ぼうね。またね、ありがとう。どうじまくんってさ、ねえ、ポニータの方が、ルーナ勝ったはずなのになんか、な、ねえ、ルナ勝ったんだよね。勝ったよね。え、ちなみにさ、あのさ、うん。勝ったらさ、あの、交換してもらうっていう、なんか、何かのポケモンと交換してもらうっていうルールは、オッケー？なんかのポケモン？うん、なんか、なんでもいいよ。まあ、あの、タリパじゃなくていい。かわいいのいるかな？どれがいいかな？交換な。いいけどね。うん。どれがいいかな。よしよしよし。じゃ、これでいっか。勝ったよね。なんか、負けた気がするわ。試合に、ん？勝負に勝って、試合に負けた？なんか、それだわ。ポニータ喜ぶでしょうね。ルナだって一匹しか持ってないんだから。やったぜー。じゃあね、ルナちゃん。ありがとう、ルナちゃん。ルナー、やったやったー、ポニータゲットしたでー。やったやった、ポニータゲットしたで、みんな。ルナは一匹しかないポニータをあげて、一匹持ってる石つぶてが二匹になったんだが。ねえ、ねえ、ちょっと。なんなの、なんなの、なんなの。あ、あれ？ポニータが現れた。あ、しかも、ミコミコ先輩のあげたやつよりもちょっとレベルが3高い。やったー！帰ってきたー！帰ってきたぞー。捕獲したい。このポニータ、いいポニータ？ほんと？ミコミコ先輩にあげたポニータよりも。あっちどんな特性だったか忘れちゃった。やったー！ポニータゲットー！ポニータをミコミコ先輩にあげて、ポニータが、ちょっと強いポニータが帰ってきた。性格が大事なの。さっきあげたポニータどんな性格だったんだろう。じゃあ強さを見てみましょう。どうなの？せっかちな性格。打たれ強い、甘いものが好き。素早さが高い、防御が弱い。ポニータの強さ。脳天気だって。気が強い。酸っぱいものが好き。どうなんだ。え、ミコミコ先輩にあげたやつの方が良かった？しかもさ、あれって確か V がついてるとかなんか言ってなかったっけ？なんかちょっといいやつじゃなかったっけ？ 2V ってなんかよくわかんないけど、なんか 2V なんだよ。なんかいいやつあげちゃったな。あれね、超いいやつなんだよ。なんか勝ったのに負けたよ。なんで？特性がこっちの方がいい？じゃあまあ、同じくらいってことかな。ポケモンバトルでも楽しいね。